雨の中でこんにちは。再生数が全然伸びない MF ゴースト聖地巡礼動画第2戦、芦ノ湖 GT のバトルコースを走っていきましょう。芦ノ湖スカイラインを北上して、湖沿いに帰ってくる、シンプルながらトリッキーなコースですね。雨男っぷりが発揮されての曇り空、もう霧が出てきますが、逆に考えるんだ。原作再現っぽいと開き直ってやがる。箱根周りは道も狭いし ETC も使えないし、料金所が多いのがめんどくさいですな。さあスタート地点の料金所ゲートに来ました。雨の全開ダッシュは 4WD 有利だぞ。それにしても視界悪いですね。作中のレーサーたちは、この視界の中で600馬力をベタ踏みかよ。裏缶、R8、ニスモ GTR の3台組が、開始直後にポジションアップ。この冒頭数秒の出来事が、バトル全体を左右することだってあるんだぜ。矢沢永吉2の、東道塾のおじさんがそんなこと言ってたような。雨、路面が荒れ気味、ストレートは長くない、ケイマンとアルピーヌを先頭に、スリッピートラップに流れ込んでいく。どこの右コーナーだったんでしょうか。裏缶が盛大に膨らんでしまい、NSX に早速抜き返される。馬力だけある中で、車重をハイグリップタイヤでごまかそうってか、日本の峠はそんなに甘くないぜ。鹿が飛び出してきそうな恐怖の中、赤いしましまの舗装を抜けていく。なんか警察の盾看板あったんだけど、高知の住宅地の抜け道に置いとけよ。しれっと自治鎮される高知県民の安全意識。さて、インスタ撮影にぴったりな広場がありますね。富士山も雲隠れ。雨男すぎて富士山も拝めないのを、趣があるように言うな。歩行者も来ないくせに速度取り締まりをするような区間に金を払わされるんだし、せっかく走るなら、寄り道を推奨いたします。ここら辺からダウンヒルへ、小尻峠分岐で、バトルコースは右折していきます。これさ、別の道から入ってくると、料金所なしで通れる区間があるんじゃねえの？大丈夫？ガバガバじゃね？なんてことを思いつつ、芦ノ湖スカイラインも残り少なくなってきました。86の前を走る AMG GTR、せっかくの大トルクも、この雨じゃ行かせないっすね。イニカズとプリウスミサイル。さあこの辺りのうねうね区間、左コーナーの入り口で、アウトから86が並びに行く。立ち上がりで思うように加速していけないメルセデス。折り返しの右コーナーで、86に先行を許してしまった。小尻料金所を抜けて、前半の芦ノ湖スカイラインセクションは以上となります。ノンストップで行っていいんだよね。箱根周りの有料道路はよくわからん。そして小尻新橋を抜けていきます。86の前にはポルシェ。そこそこ進みまして、とても特徴的な U の字カーブへ、M6 の後ろでチャンスを伺っていたニスモ GTR。このヘアピンの立ち上がりで、隙を逃さず円をついて前に出ます。完全な U の字ではなく、道路幅そのものも広く、立ち上がれば、雨の中でそこそこ長い上り勾配が続く、M6 にとっては不運でしたね。やっぱ GTR はトラクションの塊だぜ。そこからしばらくは、40キロ制限の、勾配と急カーブ混じりのうねうね道が続きます。中途半端に馬力があるでかいだけの車より、軽ターボでガンガンに踏んでいく方が、走ってても速いでしょうな。ここまで来るのが早かったな。一旦彼方を突き放したポルシェも、こんな道の中で86に追いつかれる。トラクションで勝るポルシェに対し、コーナーへの侵入から中盤までの部分で、勝負をかけることにした彼方。私はここだと思います。また彼方が、侵入でアウトに、ブレーキング中に右スレスレで入り、真横をキープしたまま旋回する。そこにいられてはアクセルを踏めない、右に肉薄され、加速しながら立ち上がっていくための、ラインを潰されてしまったポルシェ。片切りのコーナリングは早いんだよ。時速にすればわずか2キロから3キロでも、競り合いで前に出るには十分すぎる。86の先には R8、追いつけるのでしょうか。原作が掲載中止、アニメ化されたとして流行るんでしょうか。女の子要素も薄い中、ガルパンや獣フレンズみたいに行くとは思えないんですが、古来ファンには色物要素を嫌がられ、女の子で新規を釣ることにおいても失敗気味な、宇宙戦艦ヤマトみたいにならないでくれよな。アウディ、速い車です。4WD を作るキャリアでは世界一のメーカーです。クアトロか。さて、斜め右奥へと曲がっていく交差点を越え、第一線コースを逆走します。初戦レースでは、その車の後輪だけは浴びるなと、裏缶とフェラーリが、激しい競り合いをしていましたね。実はこの信号機を直進するとすぐ、イニディのバトルコースだった七曲りに入れます。第一線の方では椿ラインの真横を通ったし、箱根は ND にも MF ゴーストにも、縁がある地ですね。この大きな下り勾配の U ターン、これがまためんどくさいんだよな。ブレーキを離すタイミングやハンドルの回し方、走行ラインというか、インにつくポイントや進入、何かミスると、綺麗には回れない。残念、バスのお出ましだ。ここもオーバーテイクがあった交差点ですね。左折して、狭い湖畔を吹っ飛ばしていく、恐怖の超高速セクションに飛び込んでいきます。東京の渋谷に、スクランブル交差点あるでしょ？箱根においてのそれが、この芦ノ湖東海岸なんじゃないかな。まあ観光地紹介みたいな、ありきたりなことをするつもりはないんだ。カーブはちょくちょくあるけど、どれも緩くて、500馬力近いパワーを踏めば、瞬間的には殺人的なスピードに到達しそうだ。雨と勾配、フルスロットルでは抜けられないコーナーが、総合バランスを問う。駅伝ストレートに出てきました。1位2位の2台と、3位以降の差は、すでにこのストレート1本分です。久しぶりの長い直線、NSX の後ろにいたウラカンが、水しぶきで前が見えない中、強行突破のオーバーテイクを試みる。しかし追い抜きには至らず失敗。その後ろで、ニスモの GTR が、AMG の GTR に襲いかかる。こっちにおいては成功してしまいました。しれっと解説に来ていたゼロの池田さんは、エンジン搭載位置の違いが成否を分けたという。こんな直線の立ち上がり加速で、差が出るもんかね。何せこの雨とハイスピードですからね。路面水量にもよりますが、多分タイヤが水の膜に浮くでしょう。その中で、ロスなく加速していくこと。コーナーの立ち上がりから、ストレートエンドまでの、10秒ないような全開区間の、コンマ1秒にも満たないような差。これが積もって、順位変動が生まれたのかもしれませんね。モータースポーツの世界の、コンマ1秒はシビアだからな。なんてことがありつつ、ここから3キロほどヒルクライムとなります。記憶が正しければ、撮影時は朝8時頃。前日の夜8時に家を出て、徹夜で東京をレンタルスポーツカーで走った帰り。ここを右折して2周目に入っていくのですが、私はここを西へ進んで、名古屋方面へと帰らせていただきます。漫画の6巻も終わり、運命のファイナルラップ。さてどうなる？まあ映像使い回しますよね。2周目はクラッシュも起きます。ネタバレ上等聖地巡礼号。この辺りで解説は、600を超えるバカパワーと、横幅2メートルを超えるバカデカボディ。それを極太ハイグリップタイヤと、緻密な電子制御で粉飾して、バカ高い値段で売りつける。そんな海外のスーパーカーをディスり始めます。LFA は GTR より遅いからクソとか、マゼラティグランプーリズモは500馬力ないからクソとか言ってる人、見ーてるどの道タイヤと路面のところで滑ってしまうから、雨が降ってしまうと、有効に使えるパワーは、せいぜい250馬力程度。そういうわけです。ちょうど86のパワーと被るな。MF ゴーストの方の86は、勾配ではなく、雨を味方につけたか。なんて話をしていたら、3位以降の集団が、ゲートをくぐって2周目に飛び込んでいく。その際、巻き上げられる水しぶきで視界が消滅することを嫌って、左右交互にゲート突撃をするという、珍しい光景が繰り広げられます。ここを200キロで抜けるのは、確かに恐怖以外の何者でもないよな。ゼロ視界はまず無理だ。同じ映像を使い回したせいで、繰り返しの多いコンテンツ判定を受けても嫌なので、要点だけまとめていきます。2周目冒頭、ずっと2位で様子見していたアルピーヌが、1位のケイマンを、イニディ最終決戦の、ラストの連続 S 字張りにオーバーテイクします。次の左コーナー、旋回に入っていくケイマンの左リアを、アルピーヌがどつく。不意打ちで姿勢を乱されている間に、インに入られてしまった。わずかにアルピーヌが前にいる状態で右ターン、入り口でケイマンが、アウトへ向けぶつけ返す。外へ流される中、アクセルは踏む。流れたリアはガードレールに当たるが、車は前に滑っていく。アウトから被せるアルピーヌ、譲らぬケイマンと再度接触するも、そのまま前に出てしまった。漫画を元に脳内で挙動をシミュレートするだけでも鳥肌もの。アニメ版においても、イニディのアドレナリンパートのような迫力を持って、描かれることに期待です。さて芦ノ湖スカイライン後半は、三国峠という山道に入ります。上りから下りに切り替わるタイミング、人間の三半規管が適応するまでの間、わずかな隙が生まれる、インからブレーキングしていくアウディに、86が右から仕掛ける、そこにいられちゃアクセル踏めねえだろ。3センチの間隔で並ぶ2台、車体を横に向けたドリフトイン、コースを塞ぐためか、飛び込みの隙を消すためか、アウディをパスして詰めてきた86に、焦る裏感の大石。気をつけろ！視界はないブース。すでに限界のペースで走っており、フラフラになっている中に、86のプレッシャーが襲う、勾配に翻弄され回り出す裏感。スピーモードは収まらず。なんでや。一般通過ウラカン GT3 ミコ、あとはまあ、AMG に詰まってる BMW を、アルファの女の子がパスしたり、ロータスの兄貴がスピンしたり、スピンした後のリカバリーがうまかった。やめてあげてよ。まあそんなところですわ。ところ変わって、フェラーリがポルシェの GT3 を煽る、RR 信者と、RR 会議派のどつき合い、ここのコーナー立ち上がりで、リアから当てて押してしまう。抜けないけど当たりそうなら、押してしまえ。いや、それ以上の意思表示か。ヒートアップしていく攻防戦。多分、1周目でカナタが、オーバーテイクをしたのと同じ場所。わずかに突っ込みすぎた911。スピードが落ちきらず、じわじわアウトに膨らむ。アクセルオフによる急激な荷重変化を嫌い、わずかにスロットルを戻しながら、自然に立ち直るよう操作するも戻らずアウト側の茂みへ直撃。振り返しの右スライドを制御できず、次の右コーナー、左リアが壁に当たってしまう。そこそこ長い直線だし、入り口から左リア当てて、どうして対向車線側で止まるんだろうな。アニメ版での詳細な描写に期待しましょう。幸いにもリタイアにはならず、ポジションを大きく落としての復帰です。雨の恐ろしさというのは、実際に自分で走って、怖い思いをしないとわからないものだ。それでも経験があれば事故らない、なんてものはないんだ。さて NSX に追いついた86、この左コーナーで円に飛び込みますが、旋回後のストレートがそれをさせてくれない。一方で先頭2台、前に出た後に必死で逃げ続けるアルピーヌですが、これっぽっちも突き放せない。それどころかこのストレートで並ばれかけるも、ケイマンに乗るベッケンバウアーはわざと引く。レースは3周、心理戦が続きます。後ろの方では GTR が、さっき事故らなかった方のポルシェを、またオーバーテイクしました。事故らなかった方って、終盤で失速した初戦と違って、勢いに乗るニスモの相場旬。この雨がタイヤの損耗を抑えてくれるから、タイヤマネジメントに気が回らないほどヒートアップしても、付けにはならないんだ。この辺りで雨は止み、車が巻き上げる水しぶきも減ってくる。さっき間違えたけど、みんなが3周目入っていく。ついにファイナルラップです。その頃、芦ノ湖スカイラインの峠区間では、急に霧が出てきた。前も見えないほどの濃霧だ。まさかのレース続行、イニディ世界らしくなってきました。スカイラインに入った直後からもやってたから、原作ではどこからが濃霧なのかわかりません。これくらいは視界が悪くなってるかもしれませんね。時速30キロ以下というのが、視界消失時の参考速度です。色調補正で雰囲気をごまかしても、やっぱり違うよな。道すらも見えないから。まあ行動でドライブするんじゃなくてレースですからね。このレベルの情報量しか、フロントガラスからは得られないっていうのもあり得る。こんなレベルかはわからないですが、霧の中を高速で駆け抜けるかなた、一瞬で NSX の脇を抜け、視界から消えていった。一寸先も見えないような状況で、原作7巻は終わります。あっという間に、もう1台前のフェラーリも抜き去ってしまいました。雨が止んだ今、86のハンデは消えていく一方、今のうちに離さなければ、この前半区間の仕上げが、レースの勝敗を分けそうだ。後ろの方では聞きった AMG に、アルファと M6 が詰まる。カーナビを拡大し、道の中央を維持するというチキン走法。耐えかねた 4C の女の子が先行します。歩行者や対向車を気にしなくていいって、羨ましいですな。やっと霧を抜けた。視力を尽くしたかなた、霧の中だけで12秒分も先頭に近づいた。だが大事なのは後ろとのタイム差だ。作れたマージンは約9秒、乾いていく路面とパワー差、逃げ切れるのでしょうか。すっかり定番となったヘアピン。1位で逃げる差渡り、絶対に来るベッケンバウアーの仕掛けに、対応できるか焦っています。そして86とフェラーリ、その差は 8.5 秒。こうしている間にも路面は乾いていくぞ。どちらも 100% ガチンコモードで、デンジャラスゾーンに突入していく。姿は見えなくても、コンマ1秒もなくせない戦い。筑波さんのダウンヒルを思い出しますね。あの時は約5秒のマージンがあったっけ。この信号機、箱根インのところで。8.27 秒。パワーセクションが控えているからな、油断できないぞ。この信号機のところまで進んできて、どこのラインで計測してるのか知らないんだけど、斜面の奥の地形を予想しながら入って、7.19 秒。これ原作者の方、どういうシミュレーションでこのタイム差を出してるんでしょうかね。マシンスペックと、ドライバーの技能や天候、タイヤのいたわり方、路面、高低差、変数が多すぎて想像もつかないが、直線の長さを見つつ、微妙に調整を重ねて出したのだろうか。ここの連続ヘアピンで少しは86が離すだろうが、降りてしまえばパワー差が炸裂する。一方、さっきの林道区間では、足回りに不具合を抱えたポルシェが大きくペースダウンし、ロータスに追いつかれてしまいました。満身創痍の GT3 に、張り合う余力は残されていません。1ポイントでも拾い集める。そんな気持ちでゴールへ。そういえば沢渡くんが言っていた、ハーフスピンフェイント、どんな技だったんですかね。前回の仕掛けのタイミングから、ニスモ GTR が何回もオーバーテイクした、あの直線のストレートエンド。ベッケンバウアーはそこで仕掛けてくると呼んだ沢渡くん。後続車かく乱マニューバー、繰り出すならここしかない、いけませんでした。ブレーキングでインに入られ不発。2周目で抜かれかけた通り、加速力の差はカバーしきれない。1位を守りきれなかったアルピーヌ沢渡くんの後ろで、86とフェラーリの差は、2.68 秒まで縮まってしまった。ついに86の背中が映る。ルックアボンバー、さて後ろで R8 に並びに行った相場瞬ニスも、直線では決着せず、並走したままこの右旋回、86とフェラーリの差は、今の短い直線1本分しかない。さあ並走中のニスモとアウディどうなるか、無我夢中で踏む相場瞬、両者なきアクセル音で、アウト側の R8 に接触する、アテーサ ETS の特性を生かした無我夢中プレス。ここで張り合って、今シーズンずっと使う車を壊すわけにはいかない。冷静を貫いたアウディ坂本、執念負け、いよいよ張り付かれてしまった86、器用にブロッキングしながら、コーナリングスピードを生かして最後のアタック、ブロックにならない程度に入らせない。そんな間合いを保つカナタを前に、コーナー勝負をやめたフェラーリ赤羽、ゴール地点は、芦ノ湖スカイラインに入るために右折するところ、先頭では、1位でケイマンがフィニッシュ。視覚的にも心理的にも熱い、名バトルでしたね。さて最終 S 字。高架下の右カーブを抜けた、左の先がゴールなんだ。このわずかな上り直線で、パワーを炸裂させてインに並びに行くフェラーリ。だが86の進入が早すぎて入れない。ラスト2個目のコーナーで抜ききれなかったフェラーリ。この次の左が最終コーナーだ。かなり道路幅が広くなり、端に寄せればブロックできるというものでもない。勝敗がかかっている86、アクセル全開の飛び込み。ブレーキなんか踏んでられない。赤羽の瞬時の状況判断により、早めに旋回を終え、直線で踏む時間を長く取るラインへ。立ち上がりで1台分インに入ってベタ踏みするフェラーリ。ゴール直前、1車新聞を馬力差が。まあどうなるかは、原作だか、アニメ見てのお楽しみということで。ドラレコ映像と架空の文章だけじゃ味気ないからな。ここまで見ても見てなくても、原作漫画は買おうぜ。この動画作るのに6時間、報われる労力じゃないけど、MFG を盛り上がれ。次こそは祈れ晴れ。今外で雪降ってるんだよな。